何してんの？ドドドドン。モーションさえ分かれば勝てるんだと。そういうところをね。もう何してんの？嘘でしょ。嘘。うん、大きく横振り。終わりだ。じゃあな、足な一戦。参れ、関野。いって。いやあ、あまりに弱いと思ったもんな。しかも体力ゲージ3つもある、あいつ。あの野郎。ブーは、強いよ。これ、源一郎からだろう。そうだよね。やるね。あー、死ぬし。まずはこいつの動き読まないとな。いって、普通の攻撃がなんかこう、うわ、ぶな、うわ、なに、怖い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 、全然いて、いて、くそ、安直に避けるとダメだ。いや、連続攻撃いって、あー、バカ、何してんの、バカバカ、おバカ、いや、それよ、なんかこいつの攻撃全然弾けない。今までの敵弾けんのに。はい。あれ弾け、うわ。いつもお世話になっております、野郎ども。4次元ポケットのゆきじです。アシナ一新戦3日目に突入しました。行きましょう。武将のおひげもね、生やしたくなるよね、セキロちゃんね。セキロよ、かかってこい。ヘイ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 。このタイミングでボタン効かないんだけど。攻撃ボタン R1 だけ効かないんですけど、なんでですか。R1 だけ効かねえ、嘘でしょ。なんかちょっと、聞いてもらっていいですか。R1 効かない。なんか前もあったな、これ。ああ、もう死んだし。ミスりすぎでしょ。よし、3日目初2段階目たぎってきた。危ねえ、石邪魔。
てそこまで届くのそれ。もう攻撃いけねえ。後ろの雷鳴ってんのすげえ気になるんだよな。絶対後で落ちてくるっしょこれ。わかるよこれ。どうせ源一郎と同じことし始めんだろお前。あー当たんなかった。この今までできてたことが緊張によりできなくなる感じね、あると思います。近い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 、源一郎近い。源一郎じゃないこいつ、一心。この一族名前に一を引き継いでんのかな。源一郎一心ね、なんかそういうのありそうだよね。ああ、もう一心邪魔だよ本当に。このマップのさ、カメラとさ、石、この真ん中あたりね、カメラ超クソだからね。この辺この段差のせいでね、なんか寄るからねカメラ。危ねえ。うん、大きく横振り234って感じ。はい、早く早く飛び上がって。あっ、ちょっと、もう嘘、調子乗ったー。壁にやられた。クソが。ああ、はい、落ち着け落ち着けよ。石の位置注意、石の位置、石の位置注意とか言いながらぶつかってくスタイルね。本当にどうかと思うよそういうの。あと一発ぐらいじゃない？いいよ。え、嘘でしょ、嘘。なんで今の味かれる。くそ、安全に回復しよう。弾薬なんで当たってんだ、ふざけんな。あれ当たらんべや。なんで味かれてんの。ちょっとビビってんな。くそ、ビビってる。雪地情けねえ。どうせこれで行ったって第三形態あるんだから、ちょっと第三形態は今日拝んで寝たい。さすがに、さすがに3日目でし、結局2段階目までしかまだ見れませんとかはちょっとそういうのはなしと思うわ。もうなんで、嘘だろう。はあ、いや絶対おかしいよ。なんでじゃあ。もう、おい、おかしいだろ幸次。ふざけんなお前、下手くそか。下手くそすぎて泣けてくるわ。何してんの、もう何してんの、バカなの。もう本当にお願いだから、第三形態で使おうと思ってたさ、弾薬も全部使ってんじゃん。はあ、腹立ってくる自分の下手くそ加減に。来た、第三形態見せてみろ。何、うわ、あ、そういうことね。雷が増える感じですか。オッケーオッケー、分かった。
じゃあモーション的には雷が増えるぐらい、そういうことだね。じゃあなんかいけそうな気がしてきたよ。うーわ増えてるモーション。ちょっとそこでカメラふざけんな。今のカメラはマジで切れそうだった。あれ瞬時に判断するのむずいな。走り回ってるからな結局。でランダムのここら辺に落ちてる雷もう注意しないといけないよな。あれに当たったら食らうでしょ普通に。絶対あんなに避けるの不可能なんだけど、こんな走り回ってたら。ほら思いっきりあの人の上に雷落ちたもん今。あれで安全ってないよな。人間じゃねえよ。いや人間じゃないけどこの人、確かに人間じゃねえよ。こうした方がいいもんね。前の人に雷を当てて一発逆転を狙うのはまあ確かにありなんだけど、ハイリスクすぎる。さすがに弾薬も氷弾ももう全くない状態でそれをやるのはハイリスク。つまり湯切先生はこいつに勝とうと思ってます今回の試合で。狙ってます。勝てると信じています。私この状態からでも勝てる試合があるんですか。あります。私が証明してあげましょう。もうね、皆さんにこのセキローというゲームがこんなに下手くそでも3日かければラスボスに勝てるんだというところをお見せしましょう。でしかもね3段階目初でいきなりねクリアできるというところをお見せします。モーションさえ分かれば勝てるんだと、そういうところをね。でさっきみたいにね、さっきのね2段階のもうそろそろで3段階目だっていうところでこうやって調子に乗って喋りすぎて死んだ男がいるからね、壁に走り向かってこいつの攻撃いきなりコンボをねダダダンとね食らってね、それまで超調子良かったのにねそれで死ぬっていうね、変な人もいますからね。喋りに脳のリソースを使いすぎないよゆきりくん、分かった。これは逃げます。今なんか忍者みたいな避け方したね。まあ忍者なんだけどこのゲーム忍者のゲームだったわ、忘れてた最初散々チャクラとか言ってたのにね。こいつこれで終わりだよな思ったけど、もう一段階あるのじゃみたいな、しないよな。そんなことされたらやめるけど来い。これ遠い。あの月もね攻撃チャンスではあるんだけど、親指が痛くなってきた。ずっと走ってるから走り出せって感じだもんね。あぶ、ぶんぶん丸。危ねっ、あっつ、やらかした。この状態から勝つぞマジで。集中しろ。あいつ落ちねえかなマジでここまでのやって幕引きあいつが自殺するっていう。あっと一射、危ねっ。笑ってる場合じゃなかった。今の石も危なかったね。走り出せ。
で、ジグザグ歩きマジや危険だよな。思った、いきなり銃を撃たれた時にジグザグ歩きはね弱すぎる。よし、集中切らすな、あとちょっと。はい、もうほぼお渡し気だからね、今の体力マジでお渡し気だということを、お渡し気だからね、ユキジ。この銃とかに当たっても危険だからね、今の危なかったよ。なんでダッシュの方向変えたのねえ、本当に俺の指どうにかして。はい、いいよ、本当に心臓ドキドキしないで。こうなるとマジで俺の手元おぼつかなくなるから、本当に今までできてたことができなくなる。うわ、危ねえ、今の危険ムーブだった。うぅ、今の壁際超怖かった。あと2発ぐらいかな、頑張れ。いいね、あと1発、あと1発、安全で、安全安心でいこう。心臓バクバクしてる、心臓バクバクしてる。この高揚感だよ、難しいゲームの醍醐味っていうのは。さあ終わりだ、じゃあな、アシナ一世ドン。ここだ、え、おっ、え、何してんの。あ、よかった、やれ、あ、ハラキリ、不思議り牽制足の一心、よかったよかった、真珠に気づく剣がルーユーな強者との戦いの記憶、鬼仏に大差し、戦いの記憶と向き合うことで攻め力を推奨できる。ただひたすらに切った男、流線、クズ流線、かっこいい。納刀の構えから高速に振り切り下ろしとともに真空波を繰り出す。真空波マジで、ってことはさっきの残月だ、この人が出してた。片代を使用して、あ、消費して使用する力を貯めると切り下ろした後衝撃波が飛ぶ。なるほど、ただひたすらに切った、いかに切ろうか、いかに切るべきか、そう突き詰めるうち気づけば刃は飛んでいた。いや、ちょっとおかしいっすね、何言ってるか分かんない。ん、あ、なんかあそこにある。あー、3日目にして勝てた、よくあの状態から勝ったよ本当に。巫女様、どこいます、ここにいます。桜流の涙を飲ませよう、これで流因の力をなくしましょう。おそばにおります、伏し立ちを行いましょうぞ。明るくなってきた、竜のさ、竜の涙を手に入れたのも随分前に感じるよ。収録は3日だけど、これ維新と戦い始めてもう2週間ぐらい経ってるからね。1週間か、2週間持ったわ。巫女様がね、大変な時に何をね、2週間かかったとか言ってんの。俺は違うでしょ、今喋るべきは。巫女さん、肌超リアルだね、この毛穴の感じ。ありがとう巫女様。我が生涯の忍びを、はい、虫たちを
わあ、お願いできますか、だって尊い。わあ、綺麗すぎるでしょこのシーン。わあ、不死立ち完了。竜院の力がこれでこの世からなくなったんでしょうね。あ、物資になってる。怒り仏掘ってんの？おお、物資ももともとあれだったもんね。元忍びだったもんね。あ、エンマちゃん。お、忍び騎士持ってるね。これはやはりあなたが持っていてください。なんで外したんだよ。忍びをもう引退したからってこと？忍びの道具だから。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。不死立ち、セキロ、シャドウズダイトワイス。あー、クリアできた。いやー、クリアできたな、なんとか。いやー、でもくっそむずかった赤狼。いやね、みんながもうね、発売当初難しい難しいと、これはソウルシリーズをやってる人間はちょっと難しいんじゃないかというね話がありまして、で、まあ俺ね、ダークソウル、デモンズソウル、デモンズソウルから始めてですよ、ダークソウル、ダークソウル2、ダークソウル3ね、ブラッドボーンとやってきて、まあいけんじゃねえかなと思ったんですけど、あの中で一番苦戦したと言っていいです、このゲームは。本当にボスというか、まあ、あのシリーズ、そのソウルシリーズと比べることがそもそも違うのかもね。ゲーム性が全然だって違うもん。あっちはまあ盾でやって、まあ、たまにパリを決めですよ。まあ、だから、ブラッドボーンに近いよね。そういう意味ではね。でもブラッドボーンはまだソウルシリーズに近いイメージがあったんだよね。こう回避して回避して攻撃みたいな。こっちは回避もまあまあまあするんだけど、回避よりも弾きがやっぱメインっていうところで、いや、そこに重きを置くのか、それとも俺の最後のラスボスみたいにもう弾きはやめて、相手の攻撃の隙を狙うにシフトするのか、その見極め、自分はどっちがこのゲームというか、そのボスに対してどっちが合うかなっていうところをね、見極めるのがすっごい難しくて、で、なんていうのかな、その戦い方を見つけるのがやっぱ面白いんだよね。自分はこう戦えるぞみたいな、こう戦いて、こう戦えたみたいな経験からどんどんね、こう、あ、このタイミング攻撃できるなみたいな、俺はこのタイミングだったらいけるぞみたいなとこ見つけて、徐々にね、こう時間をかけてでも殺すとか、あと、このこいつだったら弾きでいけるから体幹崩しの方が早いみたいなね、感じでしたけれども、正直ね、まだ編集は全然進んでないから、わかんないけど、ボス戦の時俺超ね、キレながらやってる。おいとかね、その、俺に対して、下手くそな自分に対してキレてるし、そもそも敵が強すぎて、なんだこの敵よみたいな感じでキレてるから、だいぶカットしてると思います。死ぬシーンだけ、しかも俺の音声カットみたいな。でもね、やっぱね、怒るよ、このゲームはね、やっぱりね、まあ、ソウルシリーズの時もそうなんだけど、やっぱりね、難しくて倒せない自分とかにイライラして、やっぱ怒りますよ、そりゃ。人間だもの。ね、怒るんだけど、でもなんかね、やっちゃうの。なんでかっていうと、いや、でも俺はこいつに勝てるはずだ、みたいな、なんかね、
勝てるはずだというか勝ちたいっていう気持ちがなぜか出てくるの。勝ちたいからこそその悔しさが出てくるみたいな。でそのクリアできた時のほらやっぱ俺いけたでしょっていうところに俺は面白さを感じてるんですよね、このシリーズ。やっぱ俺はいけたわっていうね。なんかこのゲーム人生の俺のゲームの実力っていうのを、まあ、ある意味証明してくれる、今までのゲームで培ってきたセンスとかそういったところが試される場だと思ってるから、その試した結果クリアできたっていうね、この目に見えてわかる成果、これがやっぱねこのゲームの醍醐味だと思いますね。じゃあエンディング全然見てないけどね。でも今回さ、ストーリーが割と、なんて言うんだろうな、分かりやすかった。ストーリーに重きを置いてる感じありましたよね。なんか正直ね、ソウルシリーズはストーリーがよく分からないところが正直俺はあって、後でそのクリアした後で、結局どういうストーリーだったんだろうなと思って動画とかウィキとかちょっと見ながら見るんだけど、それでようやく、ああ、ソウルシリーズってこういう話だったのねっていう、ブラッドボーンってこういう話だったんだ、だからそういう敵が出てきたのかっていうところがあったんだけど、今回は、なんだろうね、なんでかわかんないけど、やっぱ話がわかりやすくて、追いやすかったよね。まあ、源一郎の最後は、まあ、源一郎出したかったんで、まあ、源一郎がラスボスであって叱るべきだし、その後、芦名一心が源一郎の中から出てくるはさすがに予想外すぎたけど、まあ、芦名一心がラスボスだろうなっていうのはうすうすね、感じてたよね。あれでなんか、全く知らない異形のさ、ブラッドボーンみたいな、またやつ出てきたら、お前誰だよってなるけど。まあ、って言っても、やっぱ、このね、系譜のゲームは、やっぱ最後は人型なんだよね。デモンズソウル、ダークソウル、1から3、ブラッドボーン、全部ラスボスは、全部、ブラッドボーンはなんかルートによって違うっけ？ね、人型なんだよね。で今回のこのセキロは、むしろ人型しかいなかったよね、ほぼほぼ。まあ、たまに牛とか、鍵爪持ってる四つん這いになってるやつとかね、人だけど人ならざるものみたいなやつとかも出てきましたけど、まあ、面白かったね。クリアしてみて思うけど、やっぱクリアできてよかった。このまま2周目の戦いを始めますか？今始めない場合は、後でアレデラの大鬼仏から2周目の戦いを始めることができますと。なるほど。とりあえずいい絵かな。というところで、セキロ、シャドウダイトワイス。これにて、私の1周目の、プレイは終了でございます。パートどのぐらいいったのかな？わかんないけどね。はい。というところで、見ていただいた皆さん、いや、見ていただいた野郎ども、お世話になりました。まあ、この4次元ポケットのゲームで、4次元ポケットのゲーム？何それ ?4 次元ポケットはゲームを作るところじゃない。4次元ポケットのこのチャンネルで私のソロ実況が他に上がる可能性っていうのはまだ考えてないですけれども、まあ、他にもね、いろんな動画ありますから、見ていただければと思います。またね、僕のソロ実況が上がりました時もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でございました。ご視聴ありがとうございました。